最悪だ。それは時間ね、乳酸たまると思った。僕はやる気を失いました。でもやりますわ。うん、自分が悪いんだけどやる気を失いましたわ。え、何？え、本当に？本当に？どっち？ああ、よかった。よかったよかった。よかったよかった。これ友締めするのかと思ったわ。もう外して入れないといけないかと思った。こうだね。でもどっちにしても見落としてました。こうだからに対してこうだからこう入れるんだね。やっぱりあれだね、ここに鉄ビスもいっぱい使うから重いね。まあまあ、でここも 2×8 の締めすぎるとギアが変形します。そうだよね。これキャップビス使うんでしょ。結構あれだよね、なかなかあれだよね。ここも8個使うんだね。1、2、また乳酸たまるじゃない。腕にすごいお腹空いてるし、1、2、3、4、あと3つ？あと3つもあるの？この中に。はい、多分ね、後で出てくるか私はなくしてるんです。あったわみたいなね、あるのもなんか想像できるわ。もうなんか自分でフラグ立てた感じね。これ入れていきます。お腹すいた。これもうん、さっき書いてあったけど、完全に締めすぎると大問題だね。これよよ、乳酸がたまる。よよ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 、ヒューディの 1.5 ミリのあれ、俺ヒューディの 1.5 ミリのビット持ってたな。多分持ってたぞ。持ってるわ俺。持ってる。あったわあったわ。これ使うわ。これね、普通あんま真似しない方がいいですよ。私はヒューディじゃねえ、ヒューディじゃなかった、ミップだ。ミップの 1.5 ミリ私ビット持ってるんですよ。そういえば楽させてもらいます。これミップじゃなかったらダメですよ。使ったら、てかミップしか出てないかな。でミップじゃないと多分出せないと思う。これよほど自信がないと 1.5 なんて電動用なんて出せないからね。うん、楽だわ。もう人間楽を覚えるとダメだわ。これね、強く締めちゃダメだからね。これね、親指と人差し指の、しかも手首使わずに、おお、こっちが第一関節だっけ。この先とこの先だけの力を使う感じ、感覚としてで止めるといい感じだと思います。がミップだわ。これでもね、初心者さんは使わない方がいいし、買わない方がいいと思う。この止め具合は親指と人差し指の頭だけを使って、ホッカッ、オッケー。全力じゃダメですよこれ。本当あの人差し指と親指だけでもね、オッケーですね。はい、オッケー。いやいや、やっと戻れるわ。もう行ったり来たり大変だわこの制作動画ね。さっきブッシュ入れたのこっち入れたね、はい、これを入れて、グリス、ギアにグリスは塗りません。はい、ギアにはグリスは塗りません。僕はこれもうドッグボーン入れろってなってるな。そうか、入れちゃうのか。でここのドッグボーンにも塗らない、塗りたくない、塗りたくないです。ここも塗らないでおきますけど、メンテナンスができる競技ユーザーはだったら塗らない方がいいと思います。よく分かってる、よく分からずに、まあ、でもこの動画を見るような人はもう結構もうラジコンに対する意識が高いから私は塗らないことをお勧めしちゃってもいいのかな。いいよね多分ね、うん、いいよね。どっちかというとこっちの調整かな。まあいいか、うん、まあ、基本的にはこれ説通りやってもらった方が安心だと思いますね、まあ、ガタっていうか、これはあくまで差し込み量なんですけどね、うん、このレベルに対するね、このガタ自体はね、こっちのデフの方で調整するんですけど、でここでサーボホーンに取り付けるの、これね、作るって書いてあるんですけど、これちょっと後で飛ばします。フロント側のこのバルクヘッド、アッパーバルクっていうんですか、これだけ取り付けるとこまでやって、
今日は終了したいと思います。気温が上がってきましたね。エアコンついてるんですけどね、まあ割と駆動は軽いです。ただちょっと重量が重いですね。この駆動系の重量が重いですね。あの 2×8 のビスのアルミとかあったらそれでもね8個使うわけでしょう。8の16個でしょう、前後でしょう、結構変わると思います。でデフの中の金属のやつはなるべく入れない方がいいと思います、もう走りとしてね。でいずれアルミのデフジョイントとか出たら準競技、本気でやる競技ユーザーは入れていった方が当然ピックアップとかね走りとか良くなっていくと思います。あぶねー、大惨事になるとこだった。ラジコンやめたくなるとこだったやっぱ玉とかこの上のビスとかをアルミとかに変えていきたい気持ちが湧いてくるね、湧いてくる。あとナットね、ナットいっぱい使うから、ナットを谷川さんからねアルミナット出てます、全部をこのアルミに変えていくと相当軽くなると思いますが、これねもうテンションですけど、アルミにアルミビスを使うならタップ取ってください。タップ切った方が安心ですね。アルミビス使うのにタップ使わないと、頭やられて本当取り返すのつかないことが起きると思います、はい、この締め付け具合もちょっとあんまりやりすぎたらダメですよ。これ舐めてしまったらいいですか。下バルク一体型のとこ使ってるんで、舐めてしまったら解決するのがシャーシを変えないといけないですからねいいですか。だからこう慎重に止めてください。あの締めすぎ注意ですよ。ラストはね親指と人差し指で結構頑張るぐらいでいいかな、ちょっと足りねえかな。3本指でなんか8割の力で頑張るって感じ、そんな感じにしましょう、はい、よし。しかしかっこいいねこれ、シャーシの構造がね。なんかもうアッパーバルク長くて、あそう、ここにダンパーが乗るからこんな構造にしたんだね。駆動も軽いです、非常に軽いと思います。もうね営業も近いのと、何より私の空腹が限界なので、とりあえずこの24番で今止まってるのかな。汚いな、ちょっと片付けよう。そうですね、まああとはこの後はね、まあ、リア同じようなことをしてつけて、そしてあとはアッパーアームつけていったらもうねほぼほぼ形になった、あとダンパーつけて完成っていう。なので次の撮影でいけるか無理か、はい、ではそんなわけで今日はここまで、またお願いします。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。